40でもこのくらいは攻略できるぞー。ってわけでレベル40縛りの端末で攻略。なお間違いでカイトガオはレベル41になってるけど気にしないでね。結構強い端末使ってあのざまだったが今回は大丈夫なんだよな。今回は状況に合わせて編成を変えていくので、簡単には負けません。どんなことがあってもスムーズに勝ってもらうぜ。編成をステージに合わせていいのならレベル制限も問題ではありません。最初は敵出現に合わせてサテライトを出します。結構強いスターエイリアンが出てきたが対処できるんだよな。1ステージごとの攻略編集はゆっくり実況になるから、編集がすっごく大変なんだぜこら。すっごく強いスターエイリアンですが、サテライトで足止めしてメラバーニングを出します。今回白ダルも使うので属性持ち相手に大活躍します。お金が貯まったら壁役のサテライトを生産しつつ攻撃開始。レベル40の時点でも2回攻撃したらスターペンくらいは倒せます。レベル制限のないサブ端末では苦戦したのに、どうしてこんなにレベルの低い端末だったら成果が出せるんだ？ステージ構成を知ってなかったとはいえレベル差はものすごかったぜ。今のところすっげー順調じゃないのか？誰かが教えてくれたら楽勝なんじゃねえか？そうは申されてもできうる限りの技術を持って攻略するのがこの端末の使命でして、いやさすがに編成選び放題だと簡単な上に、一夜明けてゆっくりやっていいのなら難しくはないねこれは。超激レアに至ってはプラスを含めてレベル20くらいの差があるんだが、今回は真っ向勝負を避けてワーク攻撃で攻略するんだな。まともにやり合っても時間の無駄ですので、敵の妨害を最大限に活かしてさっさと終わらせます。できればニャンマの攻撃力を上げてからワークしたいところですが、城の体力はそんなに高くないのでこのまま終わらせます。あとは城を攻撃されないように足止めで終わるわけだな。本当にレベル40でも簡単にクリアできるものだな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。